回ギリギリ甲子園出場校予想。盛り上がりが足りませんね。さあ行くぞ。はい、始まりました。噛んじゃいました、すいません。はい、始まりました、ゴリラスポーツの時間がやってまいりました。今日はですね、やっぱり日本の夏の風物詩といえば高校野球、高校野球といえば甲子園、甲子園ですね。だから甲子園っていろんなね、感動のストーリーがあって、まあ、胸がグーッと熱くなってね、本当に誰もが楽しんで見れるというか、胸を熱くできるスポーツ、しかもそれがまあ甲子園でまあ開催されるってことで、まあ、高校野球をねしているとってはやっぱり夢じゃないですか。まあ、今年のですね、高校野球の出場校予想、ゴリスポが、まあ、真剣に考えてやってみました。はい、ゴリスポですね、こんな感じで全49都道府県の、代表校をこういうふうに予想したんですけど、皆さんはどのようにお考えですか？僕が予想したあの高校以外にも他にも強豪校はたくさんいると思うので、まあ、そこが出るかもしれません。あくまでも僕の予想なので、まあ、他にも強豪校がたくさんいて、まあ、ひしめき合っているっていうことは、まあ、頭の中に入れて、お聞きください。で、この出場校の中にも、まあ、僕は、まあ、各県で、まあ、すごく、まあ、全国的にも注目されている選手がいろいろいるんですけども、まあ、その中でも、まあ、自分が特に注目している選手をピックアップして紹介していきたいと思います。それではやっていきましょう。まずね、北からやっていきます。北はですね、やっぱり札幌大谷の、サブマリン投法のピッチャー、注目のピッチャーの太田くんですね。あの春の選抜甲子園でもね、まあ、大活躍していましたし、もちろんあの秋の明治神宮大会でもかなり活躍していた、サブマリン投法のピッチャーですね。やっぱり、今年の高校野球の、まあ、一番の注目株といいますか、まあ、大船渡高校の佐々木朗希投手ですね。マックスがですね、花巻東高校時代の大谷翔平選手を超える143キロということで、もう高校生離れしている、えげつない球を掘っている、大船渡高校の佐々木朗希投手がいる、大船渡高校、僕はこれにかなり注目しています。次はですね、横浜高校の、及川投手ですね。中学生時代に、ね、U15 に選ばれるほどの、逸材でして、左の本格派ということで、横浜の及川選手ね、ちょっと春の選抜ではね、かなり調子が悪くてね、ちょっとイップスじゃないのかとか噂されていたんですけども、やっぱり夏に調子を上げてね、輝いてくれるんではないでしょうか。次がですね、まあ夏の甲子園優勝校筆頭の、まあ、星稜高校ですね。石川県の星稜高校、まあ、右の本格派の奥川投手というのがいるんですけど、まあ、2年生の夏から活躍して、やっぱり選抜でも、まあ、習志野に惜しくも敗れたんですけども、多彩な変化球を駆使してですね、マックスも150キロを超えているということで、かなり上位には進出してくるんじゃないかなとは自分は思いますけど、やはり、まあ、石川県もね、強豪がひしめき合ってますので、まずは甲子園目指して頑張っていただきたいですね。次はですね、左の南東派っていうのかな、まあ、速球と変化球で押していく、林選手がいる近江高校ですね。まあ、この高校は、まあ、自分的にもね、去年、金足農業高校にね、あの林投手が放っていて、まあ、サヨナラのツーランスクイズで、試合を決められたっていうのもあってね、かなり悔しい思いはしているんじゃないかと思うので、林投手もね、伸びてきていると思うので、近江高校が出場するんじゃないかなって自分は予想を立てています。で、次はですね、明石商業、選抜を動かした2年生コンビの、中森投手と北外野手、両選手がいる明石商業が、自分は、兵庫県の代表に来んじゃないかなって自分は予想しています。やっぱりね、兵庫県っていうのは、まあ、自分も兵庫県出身なんですけど、まあ、かなり高校数が多くてですね、あの強豪がいっぱいいるんですけど、選抜の経験もありますしね、試合経験が豊富なんで、やっぱりもう一回帰ってきてもらいたいっていうのがあります。で、
ここあまり知られていないんですけど、玉野興南高校、岡山県の玉野興南高校。玉野興南って言ったらやっぱ西投手がいる、創志学園、去年甲子園を勝った西投手がいる創志学園が、まあ、優勝候補筆頭と言われる中ですね、僕が玉野興南に注目した理由がですね、先月行われました岡山県の招待試合ですね、大阪桐蔭高校相手に玉野興南が10対0で、大阪桐蔭を破って、しかもそこで2ホーマーを放ったね、大塚選手という2年生の4番バッターがいるんですけど、まあ、そこがかなり打力のあるチームなので、やっぱり玉野興南ここが出てくるんじゃないかなって自分は予想します。フィジカルでね、革命を起こすという、広島県立、武田高等学校、かなり新学校でですね、山奥にある学校なんですけど、右の超本格派150キロを超える谷岡投手、今大会ダークホースになりそうな予感なんですけど、まあ、僕はその高校野球界に革命を起こしてほしいという一心で、武田高校と予想します。で、僕が予想する最後のね、この最後の自分がピックアップする注目選手なんですけど、興南高校の宮城投手、1年生の夏からマウンドで投げていますし、もちろん2年生の夏も甲子園に出てきてね、大活躍でした。宮城投手が、いる興南高校、最後の集大成としてね、まあ、また戻ってきてくれるんじゃないかなって思います。また暴れてほしいです。はい、ってことでですね、各都道府県の出場校予想と、その中で有名選手っていうか、まあ自分が注目する選手をね、挙げさせていただいたんですけども、まあ皆さんも各県に住んでいたらその県で強い高校、ここは甲子園行くだろうなっていう高校もあると思いますし、しかもそのプラス注目選手も、個人の注目選手などいたりすると思うので、ぜひそれは、コメント欄で、お書きくださいませ。いやー、なんかやっぱりでも俺ら高校野球しとったからあれやな、なんかドキドキするよね。僕らも引退して3年やけど、なんかやっぱ3年経っても高校野球っていうのは離れられないもんやね。実際そうでしょ。そうやな。うん、まあドキドキするけどね、あの高校生、悔いのないように、頑張ってください。ゴリスポ、スタッフ一同、応援しておりますので頑張ってください。ということで、先ほど言った通り、コメント欄は、下へ、チャンネル登録よろしくお願いします。今日のゴリスポは以上になります。Ace!
そしてもうすぐ夏ということで我々の T シャツも販売しております。こちらの T シャツ1枚から購入できますので動画の概要欄からチェックしてみてください。そして7月のプレゼント企画はこちら、アシックスゴールドステージの軟式用グローブスピードアクセルというグラブになります。こちら屈曲性に優れたグラブで開閉のしやすいグラブとなっております。こちらを1名様にプレゼントします。チャンネル登録&コメントで応募完了です。たくさんのご応募をお待ちしております。よいしょ。